柏台駅に来ましたね。柏台駅、はい、柏台駅です。これは噂の、はい、そのホームまでたどり着くまでやたらと通路が長いこの柏台、日本一のね、うん、はい、ホームにたどり着けないという通路があるので、はいはいはい、相模野から歩いてくるのが早いのか、柏台のホーム歩いてくるのが早いのか、どっちが早いか検証します。はい、はい、で1人がここの柏台東口に待っていて、はい、用意ドンで相模野からどっちが相模野から歩くのが早いのか、柏台まで電車で行って戻ってここまで来るのが早いのかを比較検証したい動画です。よろしくお願いします、はいはい、僕は気になって気になってしょうがなかったんで、はい、はい、今回の企画を行おうと思います、はい、じゃあ今日も張り切っていきましょうね。はい、はい、レッツラゴーニャンス、ゴーニャンス、ゴーレッツラゴー歩くぞ。はい、ということで、はい、我々は相模大塚に帰ってきた、はい、一緒の電車乗って相模のね、バイバイしてバイバイしてで、自分柏台の一番先頭から歩きます。で、相模のから歩きます、はい、で、パセン車を目指すと、目指すと、はい、大勢の人は柏台有利だと思うかもしれないですけど、どうですか予想。いやー、いい勝負になると思うんですけどね。いい勝負になりますかね。はい、意外に長いっすよ、柏台の先頭から東口まで。この電車に乗ってどちらが速いのか。さあさあさあ、相模大塚から相模野は一緒ですけど、まだ仲がいいんで、相模野から喧嘩する感じ。喧嘩、喧嘩します。帰る、そう、もう帰る。相模野、着くよ。じゃあまたね。また、うん、もうやだ、もうやだ。この勝負だ。もう帰る、もう帰る。なんで、行こうと思います。河川車が待つ柏台のホームはこの先頭車両から一番奥ですからね。果たして何分かかるのか。あ、電車行っちゃった。
ろしくんは今頃とっても頑張って歩いてるんだろうな。ホームが長いですね。歩いてくる。ニュースね。うん、このね、庭園のような場所すごくいいですね。お空も綺麗だ。散歩気分で、うん、楽しい。負けず嫌いだから走ったりしそうだよな。
詰めることで精一杯だった。通勤してる人はなかなか大変ですよね。電車何本か前とかで見立てて朝起きなきゃいけないんですよ。あやしさんも疲れてきたよ。ひろしくんはいい感じ？もう着くかな？来るはずなんですけど、あの道来るかな。どっちが早いんだろう。待って、これ次の電車来ちゃうんじゃない？お、ひろしいる。ヒロシ、ヒロシいるよ。おーい。いるよヒロシ。マジか。いた。まあ、じゃあ改札を。これは当時到着か。出ましたね。ついちゃった。もしかして多分同時到着。同時到着だよね。これ踏切がなかったら、踏切がなかったら、あそこに、あそこにヒロシがいた。さっき喧嘩別れしたはずのヒロシが。喧嘩別れ。あれ、さっき喧嘩別れしたはずなのに。また再開しました。お、お疲れ様でした。お疲れ様でした。時間あんま変わらん。違う。同時？ほぼ同時。踏切で捕まんなかった。踏切使わなかったら同時でしたね。同時。はい。ということで、はい、対決が終わりまして、決着がつきましたね。はい、まあ僅差でしたね。僅差で柏台からの方が早いらしい。いやでも。踏切に捕まるか捕まらないかでも、変わる。その差で数秒で、ほぼ一緒っぽいですね。ほぼ一緒だね。はい、なんで柏台の東口待ち合わせようと思ったら、相模湖から歩くのも手だと思います。はい。はい。はい、皆さんもこれを参考に、はい、より良い相鉄ライフをお過ごしください。ありがとうございました。